この YouTube チャンネルはラーメンもみじと株式会社スリーウィンの提供でお送りします。よろしくね。ナスと今日は雑草とかそういうの切るね。切る今日やっていくもん。何で切るとあれ、草刈り機、で、刃はかけようの。もう準備しよう、草刈り機は。うん、準備しよう。こういうのをね、やっぱ切らんとね、危ないからね。本格的や。わざわざ買ってきた、うん、草刈りのために、うん、すげえな。それあっちょ紐みたいなのないと絶対あるやろ。それやろね。それ切る前にさ、後ろで結んでこう前に持ってくる感じじゃん。あっちょそれ。これは今早送りでお送りするね。最高、はい、やりましょう。やっていくよ。場所がね、場所、はい、本庄マラケット系が入っちゃったよ。え、ここそうもう、はい、入っていいと。もう、うん、許可もらってるから。じゃあ行こうか。ちょっとね、なるほどなるほど。歯ならしているか。本当はもっと生えてるんだじゃん。もうやばかった。ああ。一回ちょっとどんだけ竹が生えてるか見てもらってもいいって。ああ、そうやね。案内してください。はい。後ろ姿やってきた。あ、ちょっとこれ。どこどこどこ。あ、はい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 。すごっ。ここまで土地？あー、すげえな。はい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 。行政書士の方はもうちょっと手前って言われて、あそこら辺がちょっとまだはっきりしない。はっきりしない。はい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 。奥行きがやべえ。これ水かさやばくない？これはあのいつもは透明。あー、台風の影響か。そうそう、台風の影響で川崎江国っていう渓流の水が流れて、あ川瀬にもいっぱいある。ちょうど14号が来ちゃうもんね、台風。すごい。でもロケーションいいね。あそこに次の木が見えるけどか。あそこ。これかな？これやな、うん。はい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 。あそこまで、うん、土地。そう。だから、はあ。どんぐらいやろ？10メートルぐらいの竹があの次の木まで永遠と。うわ。がほぼ両サイド。わあ。もう今から借りに行くと。そう。やれるとこまでね。日没まで。やっていこう。で、この風の影響はまだ台風の影響が残ってると。今からやろね。今からやね。OK、じゃあやっていきましょう。じゃあ、時飛ばしますか。じゃあ、時飛ばし。はい、はい、ということで、はい、ここが入り口やね。はい、ここが入り口。うわ、風がすごい。風が、これやね。うわあ、こう三本、二本立ってるとこかな。そうまで。手前ね。はあ。でこの膨大な竹を切っていくと今から。そういうの。ですね。やっぱ地元のおっちゃんたちも、うん、手伝ってくれるみたいな。協力してくれるっちゃ。そうやっぱ奥が見せたいね。ああ、そうやね。人もね。人の優しさやね。ということで、オッケー。じゃあ買っていこうか。はい、
芝刈り機はどこにあると？あ、ここちょっと綺麗になっちゃうね。マジ綺麗で。あららららら。ここね、この敵がね、もうこんなにうわーっと来たんですけど。はい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 。ちょっと我慢できなかった。これどんくらいで、ここまで終わった感じ？これはね、8時間を使ったんやね。8時間で、こんだけしか進んじゃなんちゃう。わあ、すげえ。あーすごい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 、あ、結構切っちゃんね。そういうのと、ここ降りていくと今から、これだったら気をつけて。あ、危ないんだ、こういうのが。あの切った後、都会の人たちはこういうのあんま気づかんからめっちゃディスるやん、都会の人。何を？ああ、はい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 。俺が小学校の頃とか、何？ちょっと4人とおらなかったけど。ああ、そうね。これもやっぱり、ね、最後から聞いてる人ね。ああ。気持ちだけどね。足場も悪い中も慣れてるんだ。ああ、やっていこうじゃ。気をつけてね。全然慣れてないね。慣れてないやん。全然慣れてないやん。ダサ。ぐんぐん進んでいきます。これ何、ちっちゃい小川みたいなさ、ちょっとこう道があるよ、水の流れそうな。これが、用水路というか、あー、あ、人工的に昔作ったやつ。そう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 。あ、まあ昔農地だったっけ。そうだ、これが、あの、作物。あー、やっぱそういうのが残ってるんだ、やっぱ形で。あー、なるほど。気持ちいいね。こけたやつが言うなよ。はい、これ、はい、相棒。この相棒を使って買っていくと。じゃあ早速借りますか。これ音うるさいよね。うん、じゃあ声は入らんやろうか。やってるところだけちょっと取っていくわ。じゃあいいよ。慣れてねえやん。おー、いいね。やっていこう。うわー、すごい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 。あ、もう一回まとめて。そうそう、これずっと一人でやってんの。これをこう、はい、ここ固めていくんだ。すごいな。こんな感じで慣れたもんよ。やっぱこの作業どんくらいかかる感じだったのか。今から続けていけば半年かかる？やっぱり、あの、本職はラーメンやから。そうやね。空いた時間でしかできんかいね。そうそうそう。やっぱ、これ、この桜とか、キャンプ場するために、やっぱ、ラーメン屋始めたくて。あ、そうやっちゃ。そうそうそう。これがしたくて。そうそう、物欲はそこまで来なくて。うん。
やりたいことをリストみたいな自分でバーって書いたけど、うん、全部追加。あ、かっこいい。になっちゃった。かっこいいな、よし、じゃあもう喋らずどんどん来ていこう。やってるな。おーい、もう1時間ぐらい経ったぞ。結構進んだね。1時間。だいぶ進んじょやん。休憩するぞ。早く戻ってきて。どんな1時間で結構行ったやろ。あー、進み具合がね。これ編集すってよ今から。だいぶ行ったね。あ、こっちにも。この YouTube チャンネルはラーメンもみじと株式会社スリービーの提供でお送りしました。